リストークの内容っていうのは皆さんどんな感じなんですかね。ステレオパニーの皆さんは何かとキャッキャするよね。キャッキャと、キャッキャッキャ、あの今の人かっこいいみたいな。えーみたいな。なんか野花がドレッド好きなんですよ。おそれで、うん、通った人がドレッドだったら好きでしょとか言って今の人絶対好きだよ。タイプ赤くタイプ赤くなってるぐらいって。好きなの皆さんは好きなタイプの人の顔をマミに描いてもらうんですよ。絵がものすごく上手いですよ。でみんなからじゃあ顔はどういう輪郭なのって目こんなんとか言うて描いてもらってその髪と一緒に寝るんです。もみだけなんですよ。そんなのそんな赤やから。全部詳しく言ってくれるんでそれ通りに描いたらめっちゃかっこいいとか言って一緒に寝るからみたいな。それに名前つけてるんですよ。つけたんですか。まさや。ガールズトークまだまだ続きます。ガールズトーク、今度は少年ナイフがチャットモンチーに聞きたいことがあるみたいです。いつこさんはお酒飲むんですか。はまあはい、あのでもあんまりこう飲みに行ったりしないので、飲むとしても一人で家でとかなんで、あの飲み会ってどんな人と行ってんのかなって、はい、仲いいバンドマンとかバンドのドラムの人で集まって飲んだりとかが多いです。あ、そうやって飲み会をして、うん、はい、居酒屋で飲んで、で、まあ、帰って飲むみたいな。あ、飲みたいのかな。お酒は強いんですか。あ、まあまあ強い。メンバー同士で飲んだりとか。あ、します、結構、うん、なんか泊まり会とかしてもうすごいです。なんか、ね、すごいってどういうことですか。知らない人になるもん。達人になっちゃうんですか。なんか私遅れていた時にもう酔っ払って迎えに来るからえっちゃんみたいな感じだったから、なんか私知らんふりして行こうかな。そんな恥ずかしかったんですか。まあ楽しく陽気になりますけどね。よかったら皆さん一緒に飲んでください。ガールズトーク続くよ。こちら、チャットモンチの皆さんに質問です。喧嘩とかしますか。この質問は誰ですか。はい、スキャンダルは、はい、マミです、うん、なんかスキャンダルは、はい、あの女の子4人ですごい喧嘩するのとかよく聞かれるんですけど、はい、全くしないんですよ。しないんですね。だね、しないですか。しないんですよ。喧嘩はないよな、うん、ないですか。しやな、うん、面白いギャグだったかどうかでこう。そうだね。あー、何しちゃー。結構な確率でスルーされるんですよ。一緒ですでしょ。なあ、出会った頃はな、なんか笑ってくれよんやけど、最近も全然笑ってくれよ。ボケてもツッコミなくてもないよな。一本できれよみたいな。同じ立場なんですか。そうよな、辛いな。辛いですね。ちょっとツッコんでほしい。そうです、どんどん来てほしいんですけど、うんうん、他のグループの皆さんどうですか。少年ナイフの皆さんは喧嘩は全くしません。しない。はい、ギャグもなく、楽屋はシーンガールズトークまたあるよ。続いてはですね、バンドの中での流行りギャグを書いてもらいました。ナベアツさんの123やってます。なんか不意打ちにみんなでなんかやったり1、2ってもう始まるともうそのモードに入る。自然に乗ってくるっていう。おー、で、それを春菜が止めてくれないと誰 もう止まらない。ノンストップなんです。止める役割そうなんです。ちょっとやってみてもらってもいいですか。やる。はい、いっせーので、1、2、3。止めてるやんなんかお笑いが好きなんですよみんな、うん、だからなんかお笑いさんのギャグをパクることが趣味なんです。みんなそれやって盛り上がる。いいですね、楽しそうで。参加されない、参加しないんですか。ちょっと一歩引いてみてください。なんで何年。これはこれはね、はい、友達のお子さんがね、子供さんが2歳なんですけど、はい、その子がこう鼻にこう指を入れてやね、入れてやね、ほんでね、なんでやねんっていうのを私たちが教えたんですよ。なんでやねんっていうのはこうってやながらなんでやねんってやるけんって言って2歳なんですけど、はい、でこれを覚えたんはいいんやけど、鼻に入れて指を
言うからなんでやねんがなんでなねんになるんですよ。というか詰まった感じで こうやるんですか。なんでなねんって言ってて、それでうちらが爆笑したら、はい、なんか嬉しくなるでしょ、はい、さあ受けたって実際ながらに受けたと思ってずっと別くんでなんでなねん最後クロスしとった。クロスなんでなねんかわいいね。そうなんです。この指はマストなんですよ。すごい2歳にして持ちギャグありそうそうそうすごいですね。楽しいですね。さあそして、ライブ中に何を言ってるのか分からなくなるっていうのは少年の絵あ、はい、あのギャグじゃないんですけど、はい、直子さんって天然やから、はい、こうライブの MC で言ってる最中に自分でその何について言ってたかを忘れてしまう時があるんですよ。喋ってる時に喋ってる時に、はい、だからあのツッコミどころ満載やなと思ってます。あでも英語やったら、はい、あのすごい流暢に MC しはるんですよ。あのかっこいいと思ってその時は、すごいなんて日本語の方が